皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。米テレビ界最高の賞、エミー賞で、作品賞など18冠無理を達成した、将軍将軍。戦国最強の武将、吉井虎長を演じたのは真田広之、63。プロデュースも務めた真田は、この役で日本人初の主演男優賞を受賞した。写真、真田広之、エミー賞主演男優賞。 快挙でようやく上書きされる葉月リオ奈との泥沼不倫劇。日本で人気俳優だった地位を捨てて単身渡米した真田さん。渡米後はサンシャイン2057、ラッシュアワー3、ブレッドトレインなどコンスタントに海外映画に出演しており、すでに十分な成功者です。画商群で作品賞も主演男優賞も受賞し、これまでの地道な努力が見事に花開いた。 胸が熱くなった日本人は多いでしょう、映画史ライター。ネット上も真田ブームで盛り上がる中、芸能ライターのエリザベス・松本氏は、助演男優賞にノミネートされた、虎への宿敵である石戸和成役を演じた平竹博さんの存在もお忘れなく、受賞は逃したものの、ノミネートされるということ自体がすでに大変名誉なことですからと話す。平竹宏。 平武博イコール50といえば朝ドラや大河など NHK 制作ドラマでの活躍が印象に残っている人も多いはず特に2006年に放送された堺雅人主演の大河ドラマ真田丸でペイが演じた武田勝頼にはあのかっこいい人誰なんて声もわずかにはのみの出演ながら世間の反響は大きかった海外での活動をメインにするため コロナ禍になる直前の2020年からハワイ在住だ。当時の平さんの武田勝頼はあまりにお似合いで、私ももっと見たい。と熱望したものです。身長183センチ、厚い胸板、涼しげな目元。甲冑はもちろん、時代劇の紛争がとても絵になる。授賞式でのタキシードもよくお似合いで、海外の俳優勢と並んでも見劣りしない。 授賞式ではお母様の佐久間よし子さんと並んで着席されており、一瞬ですが佐久間さんも画面に映りました。変わらずお美しかったのには驚きです。前出のエリザベス松本氏。今回の快挙はテレビマンとしては複雑。平良の両親は共に昭和の大スターで、母は佐久間よし子、85、父は小平美希次郎さん、去年82、である。 平自身は15歳で渡米、ブラウン大学を卒業しているため、英語圏での生活には支障はない。海外進出を考えたのも自然な流れといったところか。受賞は逃したものの、これで平さんの名は海外で一気に知れ渡った。今後彼に注目する映画やドラマの制作会社は増えるでしょう。平さんはまだ50歳、真田さんの一回り家で、真田さんの 後継者となっていく可能性もある日本のドラマや映画にも出てほしいですがこうなってしまうとギャラの面でも難しいかもそれは真田さんも同じですけどねーと前出の映画史ライターはため息をつく将軍を配信しているのはディズニープラス今回の受賞で同作目当ての新規契約が増えそうではあるある在京キー局プロデューサーはこう話す 今回の快挙は日本人として誇らしくもあり、嬉しくもある。でも、テレビマンとしては複雑で、というのも、これをきっかけにディズニープラスに加入した人が、果たして日本のテレビドラマに戻ってきてくれるかどうか。ますます海外のコンテンツの方が面白い、というムードが高まって、日本のドラマはさらに、冬の時代、が加速しそうです。日本のプロ野球も、 できる選手はどんどんメジャーに進出していく。俳優もそうなっていくのでしょう。停滞気味の日本のドラマ業界事情はともかく、将軍の日本人キャスト、スタッフには心からの賛辞を送りたい。平本陣は、まさか自分が助演男優賞にノミネートされるとは、僕でいいのかなと思っていたそうだ。平竹博さんが語る、将軍将軍、撮影秘話は、 以下の黒丸関連記事でどうぞ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。